紫。すごい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 、すごい、え、ま、オッケー、よかった。250球ゲーム、よし。あー、すごい。うわ、大チャンス。何？うわ、大チャンス。何？これめっちゃ3本の指ぐらいに入る強い演出です。なんかいいのが揃う、揃うかも。絶対じゃないけど、やばい、揃うかも。揃うかも、うん、大事。めっちゃ大事。まだ平気、今押して平気。押して平気です。さすが、さすがやな。勝負、勝負勝負いきます。えい。これまたさっきと一緒ですか？そうです、そうです、そうです。一緒の子だ。今度こそ。わー、そういうことか。あー、頑張ってくれ。来た。うわー、いや、なんかね、応援はしたいんですけど、あんまりやられると負けるからちょっと複雑な気持ち。頑張れ、頑張れ、頑張れ、頑張れ。さあ、あと半分。やばい、もうちょっといける。頼む。さあ、あと2回。頼む、まだいける、150ゲーム、まあ平均ぐらいです一応。はい、わかりました。いやー、まずいな。だって持ちメダルで当たってますもんね。まだありますね。はい、でまたここで上乗せができたら、そう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 、ラッキーってことですよね。まあ、このさ、紫7 2回揃えたじゃないですか。そうですね。で僕がね、この赤い冥王図柄っていうのを1回揃えて、はい、あとはあれなんですよ、ゴッド揃えないとダメなんですよ。あー、メインのやつ。そう、一番メイン、一番引きたいやつ。なるほど。がゴッドなんで。それを引いたら、それ引いたらめっちゃ出ます。マジ？めっちゃ出ます。めっちゃ出る。めっちゃ出る。ここから、はい、ゴッドになることはない。揃えられることはあります。あるんだ。あります、あります、あります。だからその150ゲームの間に揃えられるのが理想といえば理想ですよね。あー、なるほど。429枚。突然来るんですか、ゴッドの予兆というか。なんか突然来ます。あの、さっき当たった時みたいに、あの赤い扉が閉まったり、はいはい、いろいろ揃う演出はあります。なるほど。終わっちゃった。まあ、僕が言うのもなんなんですけども、はい、あの終わっちゃったといえば、あのこの街道の女帝、今回が最終回らしい、ね、そうなんですよ。全然今のところ最終回らしいなんかないですけど。いや、だからその最終回らしくゴッド引いて締められたら最高ですね。多分綺麗に終われます。最終回に僕なんかが出てよかったのかなと思ったんですけど。ねえ、ねえとか言って。ねえはひどいでしょ。でね、最終回で僕、まあ、全突破する人が来てるんで、まあ、今日閉店まで売ってもいいかなと思ってるんですけど、どうですか。え、閉店まで1台売ったことあります？ないです。どうですか。私も、うん、今日、今日もうね、私は多分もう帰ります、ちゃんと。あ、定時で。まあ、あれなら僕一人で、一人で売ってますわ。スタッフさんを巻き添えにして。そう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 。でね、なんと、はい、そんな1日全突破する僕がですね、なんとですね、
このキコーナチャンネルさんで新番組が始まります。すごいじゃないですか。もう一人よさ あのスクープ TV のもっくんっていうちょっと太っちょのこと2人で、はい、それもずっと打ちっぱなしのやつなんですか。そうです。閉店まで朝から。そうです、そうです。すごい。9月の第3、第4土曜配信なんで初回が、はい、見てください絶望のロンドっていうタイトルです。すごいよ、本当絶対なんかちょっとネガティブというか、あれはタイトルでしょう、はい、実は1回目の収録やったんですけども、はいはい、まあ大変でした。はい、もう1人の相方の方は、はい、もう閉店まで打つっていうのは慣れてる方なんですか。まあなくはないと思いますよ、うん、そういうことやったことは、うん、まあ、絶対あると思います、うんうん、まあでも面白くなったと思うんで、はい、ぜひ見てください。皆様も近藤さんも見てください。はい、皆様見ましょう言ってる前にあと30ゲームじゃないですか。そうなんですよ。なかなか上乗せがないです ね、できてないですね、うん、終わっちゃった。また最初に戻るですね。戻ります。ただそこでそろそろ引き戻してもいい気はしますね。2人揃って朝一から結構やってるんですけど。あっちい、あっちい、それはあっちいっすね。それは行ってそう。さあコックで当たる、次で当たるかどうか。うわーマジか、外した。終わっちゃった。終わっちゃった。こっからはね、お互い早く当てないと、ま、い今野さんの言う定時まであんまり時間ないんですよここね、早めに急ピッチに行きたいですよね、うん、そうじゃないとなんかすごいフェードアウトしていってる感じで終わっちゃいますこれ、うん、やだ、それは一番嫌な終わり方でしょ、うん、おえ当たった。まあ、いやすごい意味わからん当たり方した。いい台かもしれん、いい台かもしれんここに来てこんな不思議な当たり方しないんですよなかなか。あ、そうなんだ、うん、持ちメダルで当たってます。すごいすごい、はい、よかったです。これでゴッドを引けたら。いやそうっすよ。まずはここでいっぱい乗せる。やっちゃった。50ゲーム。50ゲーム。はい、最低です。ただで意外と今そんなにサマイ数の差は空いてないんで多分。うん、うん、うん。そうですね。で今僕が増えてて近野さんが減ってるわけでしょ。減ってます。うん。これ伸ばせば全然逆転できる余裕で。何もできず167枚終わっちゃいました。終わっちゃいました。ゴッド引きたいなでしょ、うん、ゴッド引いてなんぼですから。そうですよね。あ、チャンスのやつが来た、うん、しかも黄色。黄色はいいやつ。黄色ちょっといいです。これ続くんじゃないかな。継続する可能性あり。ゲー、うん、続いたね。あ、すごい、本当だ。頑張れ。さあ、赤はね、赤は外したダメ。逆に赤逆ではない全然逆ではなく普通に赤だけはもう当たりやすさ別格なんで。マジ、はい、マジっす。マジっす。マジですか。マジマジ。赤だけは当てんと。わー、いけ。マジ
早い、しかもやったなん、え、何点回しました？ 128? 早いな。あ、初めての人だ。はい、初めてのケルベルス。これは上乗せ上乗せするやつか。そうです、5ゲーム、最低5ゲーム毎ゲーム上乗せしてくれるってやつです。70ゲームですって。まあまあまあ、そんなもんなんですよ。まあまあまあって感じですね。まあまあまあって感じです。で、その70ゲームの間にゴッドを引くだけと。なるほど、引くだけ。あー、なんかステージ変わったよ。そのステージ何やろ。綺麗なやつになった。えらいステージですね、多分。いや、僕もあんま売ってなかったから今何それってなってます。あ、プラス30。あ、これプラス30。レバーオンちょっと厚めです。レバーオンでゲーム数増える可能性あります。えい。あー、残念。でもね、プラス20とかプラス30はそっから増えることあるんで。あ、そうなんだ、はい、結構チャンス。さらに増えるってことですね。そうです、2倍とか4倍になります。あー、なるほど。あ、変わっちゃった。あ、なるほどね。やっぱりあれ一番いいステージでした。あ、そうなんですね、はい、だから30ゲーム来たのかな。そうそう、いいステージ行くと上乗せしやすかったり、上乗せも多めになったり。やばい、ラストだよ、終わっちゃうよ。まだゴッド聞いてないよ。やっぱりね、最初で100とか150乗せないときついっちゃきついですよ。なるほど、最初にね。終わっちゃった、終わっちゃった。さあ、僕もメダルなくなりました。なくなっちゃいました。追加投資は、ご操作たないです。ないですね、はい、しかもこれあんまり時間がないので、うん、当たらなかった時すごい変なゲーム数でやめることになるんですよ。だから当ててそれ取り切った上でちょうどいい時間来たねが一番いいんで。なるほど、確かに。やっぱだからどっちももう一回ずつぐらいは当てたいですね、うん、デンツさんが当たったら私が追いかけるように当たってるから。あ、なるほど、僕次第ってことですね、じゃあ。追いかけられてるはずやのに、とっくに出玉抜かれてますけどね。さあ、400ゲーム。400ですね。もうあっという間に。あっという間に400です。でも今チャンスゾーン入るかもね、なんで、うんうん、ここでチャンスゾーン入って当たってくれればって感じです、今。なるほど。よし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 、まずはよ、青色。これが408ゲーム。うわー、全然ダメ。チャンスを逃したらまた次のチャンスまでは、はい、って感じですか、うん、まあ当たることもありますけど、今のところ当たってくれるのが一番楽でした。それは小野さん、全然当たらへん時とか負けてる時ってイライラするタイプですか。全然何考えてます、そういう時。無あ、無なんですね。まだかなみたいな。なるほどね。そう、閉店までいたりするじゃないですか、はい、もちろん当たらない時もあるじゃないですか。あります。何考えてるんですか。一人ですか、その今度やる番組じゃなくて、その、はい、デンツさんの番組は。は僕一人だけです、はい、それって収録っていうか、その、はい、どうしてるんですか。あのね、当たらへん時とかは、うん、どっちかというと、うん、なんか出来上がるであろう番組のことを想像して、あ、うわやばいな、ここで何か引かんとやばいなみたいなことを思うことあります。あー、なるほど。そう、動画的にみたいな、撮れ高的にってことですよね。やばいなって考えたりとか、うん、でもその時はイライラはしないですね、全然、うん、僕もなんかスロット、パチスロ
できる人っていうのは短期じゃないって言いますよね。あ、まあ、そうかもしれないですね。なんか待てるから、うんうん、だから釣りもそう、釣りとかもこうやって引っかかるのをずっと待てる、こうやって。そうですね。だからその間も含めて楽しいみたいなね、うんうん、なかなか当たらないな、うん、僕は間もなく666です。おー、いやーマジで頼む。さあこれで666。おっと、ハーデスゾーンか。熱い熱い。これ当たったら、あの特化ゾーン偉いやつが出てきます。いやープレッシャーがすごいな頑張ってください。当たりやすいかと言われれば当たりやすいわけではないっていう保険だけかけときます。大丈夫です。頑張って。いやラスト。ああ何も出てない。よー続いた。続いたけど。ちょっと一回間挟みましょう。コノさんは、コノさんはいいですか、いいですか、一回挟みましょう。いいですか、はい、失礼しますね。お願いします。ほい。あー悪くない悪くないです、悪くないです演出が出たんで。これ右の上段に青七が止まらなければ当たりです。へえ、そういうのがあるんだ。いっぱいあるんですよ。なるほど。ラスト。いやーダメか。頑張ってー。もう1セット、いけ。うわーダメ。うーきつ。あれ、これ予感してた、予感してたやつですよ。嫌なやつ、嫌なやつです。あ、来た。さあ、青色。残念、残念すぎ。ね、1400、700、あと700なんで40分ぐらいです。もうちょっと打つことになりましたか。はいコット引くまで帰ったらダメって言われましたもう666を超えたから、はい、あとはもう天井まで行かない限り大きなチャンスがないって感じですか。そうですね、どっか例えば800とかでチャンスゾーン行くみたいなのはここからもないです。だから天井までの間に自分で普通に当てるか、うん、天井行くか。さあ追加投資、それ何本目ですか今。6本目です。6本目、はい、全然1回当てれば。そうですね、逆転できます。
あら扉になったよ。当たったんじゃないかな、もしかしたら今ので行ってくれ。あ、666超えましたよ。いや、超えましたね。チャンスゾーンが出てくるはずなんですけども出てきてない。来てない。あ、来た。さあ、大事ですよ。めっちゃ大事ですよ。それ当たらなきゃ終わり終わり。当たったらプラス時間。うわあ。まだチャンスゾーン出てくる可能性もあれば、終わる場合もあるし、そうじゃなくても普通に当たる可能性もまだあるといえば。ああ、あれは、あ、当たってない。まだ当たってないけど、当たってはない。はい、当たってないけど大チャンス大チャンス。はい、あ、ほら、なんかすごい出目出たでしょ今当たるかな当たらへんかなみたいな感じ。怖いんだけど。あ、当たった。え、違うかな。今873って出たじゃないですか、うん、あれが花見みたいな語呂合わせがいっぱいあるんですよ、この台で。記憶違いじゃなければその語呂合わせっては当たってる時にしか出ないんで。あ、今の花見が僕の記憶違いじゃなければ当たってます絶妙な絶妙なやつ。例えば315で最高とか。あー、なるほど。がいっぱいあるんですよ。確か花火はあったんじゃないかな。さあ、まだ雷が続けば、もう一丁次続けば。お、当たった当たった。じゃあやっぱ花火はそうやったかもしれない。花火でもちょっとハマりましたね、だいぶ。何ゲームいきました。732。あ、この子だ。もう一丁。あ、で今投資9本でしょ。それ頑張ったら全然プラスですね。まあ最近みんなこの番組展開良さそうに見えたんですけど、はい、見てください。最終回にちょっと花を届けました。でも全然こういうことは起こる台ではあるんで、普通に。むしろここまでよく当たってた方ですよ。いやでも今日は結構だいぶ当たってる方。当たってます、当たってます、はい、どうですか近藤さん、隣で千ハマリ見るのは、ね、ちょっとかわいそうな目で見てません？ちょっと複雑な気持ちです。ですよね、はい、でも僕いつものことなんで本当ですか？よくあることなんで。本当ですか？そこまで本人はかわいそうやなとは思ってないです実は。あー、終わっちゃうな。終わっちゃった。233枚。僕このまま天井1400いきますんで、見届けてもらっていいですか？はい、それは定時も多すぎますけど。はい、私もじゃあそれまでにもう一回当たるように頑張ります。あ、さすが。あ、思いのほか早い。もう一回でしたね。やったー、ね、早かった僕やったー。あ、そうか早いな、思ったより。やっぱそういう気持ちですね。もう一回付き合いますよっていう優しさが生んだ当たりかもしれないです
ああこの子だ。ですか。まあいっぱいここでね、また頑張ればいいんだ。そうそうです。あ、そっか。今60の子ですか。合計ですね。はい。いい声出ましたけど。またここで上乗せ頑張ればいいのか。そう。お、えい。上乗せチャンス。よし。終わっちゃったー。もう一回当ててもらっていいですか。もう一回ね。もう一回そしたら多分ちょうどいいぐらいになると思うんで、この調子でね。はい。1200超えて、さすがに天井行ってほしくなった。あら、終わっちゃった。あー、終わっちゃった。惜しい。僕あと200ゲームです。おー、もうちょっとだ。もうちょっとです。これね、このハーデスの低設定はもうこっからほぼ当たんないんで、天井行くんですよ。天井行ってくれた方がいいんですね。でもね、いい当たり方してるんで、この台ちょっとだけドキドキ しながらの200ゲームです。ちなみにこの台天井行ったら、まあ、なかなかですごいこと起こるんで。すごいこと、はい、起こります。ゴッド、例えばゴッド、あ、ゴッドもあります。5000枚ぐらい出るかもしれないです。マジですごい。そしたら僕もプラスになるぐらいのことは起こるんで、うん、すごい。ちょっと待ってください。さあ、まもなく1400ゲーム。まもなくあと3ゲーム。ちょっと1400過ぎると思います。ペナルティーしましたんで、一応3、ここに357揃ったら、あ、さあ、これで天井、今からえらいことになります。はい。でまあ、簡単に言うとぐるぐる回って3か5か7が止まります。数字が大きい方がいいです。7ならゴッドです。1対1対1ちょっとぜひこれを祈っていただければ。はい、マジでゴッド、ゴッド、いきます。ゴッドがいいよ。さあ、これがすごいすごい街道の女帝最後の当たりです。お願いします。マジでお願いします。マジでお願い。いやー、頼む。さあ、こっから、あー、めっちゃドキドキしてきた。めっちゃドキドキする。超えてで、よしよしよし、超えた。あ、すごいすごい。まだあるの。次の5を超えれば、これ超えた、超えた、よし、よし、これがゴッドです。すごい。いや、なんとかなった。すごい、よかった。すごい、素晴らしい。ありがとうございます。いや、こうなったんであれば、まあ、天井まで行った甲斐があったというか、ちょっと最終回花添えられたんじゃないかなと思います。素晴らしいです。はい、さすが。よし、すごい。わ、ちょっと待って、なに金よこれ。なに、やった、やばいやばい。これは想定してないぐらい偉いやつが出てきました。やばい。7揃った時の 10% とかの偉い7が出てきました。すごい、金だ金。すげえ。収録中やのに写真撮っちゃおう。あの、もう相当な時間になってしまってるんで、実践終了となります。はい、はい、じゃあ、まあ、結果はエンディングで。お疲れ様でした。お疲れ様でした。この後は、あの、僕責任持ってこの後自分で回しますんで、あの、この後ご覧いただければと思います。投資441枚で回収は362枚でした。はい、それではここからは僕一人で頑張っていきたいと思います。ということで、全回転ゴッド金7なんで、恩恵だけ説明しておくと、まあ、ゴッド揃いなんで100ゲームプラスジャッジメント3つはこれ普通のゴッドと一緒で、プラスアルファでアナザーレジェンド
ジャッジメントの一番強いやつがプラス1個ついてくるっていう感じです。まあ、だから要はジャッジメント4個って感じですね。まあまくれると思うけどね。今投資が僕56本かな。で個人的にプラスになればおのずと今野さんにも勝ったということになりますんで、そこはもう絶対にプラスにしたいと思います。ラストということで、最初の100ゲームは駆け抜け。さあこっからアナザーレジェンドかな。一発目はさあ最強特化ゾーン。さあ10ゲームの間マイゲーム上乗せプラス冥王図柄が揃えば100以上上乗せかつリセットいきます。とにかく冥王図柄引くこと。よし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 、オッケー。これマジででかいで、当然ループする可能性もありなしで、ゲーム数リセット。おーいいね、めちゃめちゃ乗るぞ。100ある、お願い。50か、最低。さあラスト3ゲーム、ラスト、うわー終わっちゃった。あ、まだ終わってない。しかも50、あ、そうか、3枚目でしか。 OK、 まあまあ460、まあ一応平均510ですけど、まあまあまあよしとしましょう。であとは裏に、ジャッジメントが3つ残ってるっていう状態です。まずは千枚オーバー、まあなんとかなりそうな。3000枚出れば間違いなくプラス、短時間といえば短時間の間ですけどもね、ハーデスらしい展開にはなったんじゃないでしょうか。毎週第3第4土曜日配信になります絶望のロンド新番組ね、僕とスクープ TV のもっくんとで始まりますけども、こういうのは2人分やってますんで、見どころというかなんというか良くも悪くも、そういうのがたくさんあると思いますんで、ぜひご覧いただければと思います。よろしくお願いします。さあラスト、これでバーラザージャッジの合わせて2500ぐらい行きたかったけども、まあ悪いペースではない。そこからジャッジメント3つで、全回転ゴッドなんで中身も振り分け優遇されてますと 70% ぐらいがペルセポネ以上かな。いきます、フラッシュバック出るかどうか大事。なんもないか。うわー、これはまずいぞ。オッケー、いいねいいねいいね。さあ続け、続けば超ケルベルスの可能性ある。オッケー、ある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 。いやいやいや微妙。120ゲーム、
さあ2000枚オーバー、一応2700、少なくとも2800いけば今野さんには勝てます。だ最低はそこまで出したい。さあ2312枚、ジャッジメントはあと2個、一発目はもしかしたら超ケルベロスでしたと。いやーとりあえずハーデスがいいな。何、あーってことはケルベロス出てきても超ケルベロス、基本ペルセポレ以上。あー超ケルベロスだ。いきます。さあこっからよ、頼むよ超ケルベロス。おい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 、まくれ変可能性が出てきました。2588枚、あとちょっとでプラス。さあこれがラストのジャッジメント。さあ今んとこ2回超ケルベロスかな、ただあんまり振るってない。あーなんもない、うっそ、全部ケルベロスか。最後の最後に50ゲーム、それが僕の使った分ですよね。やばい、あと180枚で絶妙やんな、届かんわけではないけどみたいな。上乗せしないときつい。ここでお知らせです。今回の戦いで私が勝てばご覧の名刺をプレゼント、もし負ければ番組オリジナルのクオカードをプレゼントいたします。応募の際はキーワードと勝者の名前を記載してください。今回のキーワードはありがとうです。前半のキーワードと合わせてご応募ください。応募方法は番組概要欄に記載しております。ぜひチェックしてください。美と技の戦い、見事でした。しかし勝者は一人。それでは発表いたしましょう。勝者、挑戦者です。しゃあおめでとうございます。ありがとうございます。いやーすごかった。さあ残りゲーム数がすごく微妙になりましたんで、細かい計算をしたところ2700枚いけば今野さんには勝つみたいです。さあこれで2700枚いったんで今野さんには勝った。あと100枚出せば個人収支もプラス。おい引き戻し、ほんまや、引き戻しのこと考えてなかった。勝つにはゼロやめか。ラスト何もできず、はい1783枚。こっから隠れてあったりはしないよね。ね、さあということで引き戻しなんですけど、すごい絶妙な今野さんに100枚も買ってないぐらいなんですね。なんでちょっと即やめしようかと思いましたが、ちょっとクレジットぐらいだけこの引き戻しゾーン回そうかなと思います。あ、クレジット内でちょうど終わりました。はい、ということで24ゲームで
はい、データの流しに出演にしたいと思います。ありがとうございました。回収が2779枚でした。ということで個人収支的にはマイナス15枚ぐらいと少し届けませんでしたけども、マースにつながる前日だったんじゃないかなと思います。そして毎月第3第4土曜から配信始まります絶望のロンド、こちらも今回の日じゃないような減り方をしてますんで、こちらもぜひご覧ください。最後なんとかなりましたね。はい、本当に言った通りになったし、ね、思ってた以上の出ちゃったんですよね。あれ思ってた以上のやつ出てきました。そうですよね、はい、いやでも、はい、ハーです、ハーです、はい、面白かったです。面白かったですか、うん、あ、じゃあよかったです。もっともっとすごく難しいものかと思ってました。あ、簡単でした。あ、でも簡単そうでしたね隣に見てたら結構私調子良かったのかな今日。調子は良かったです ね、 ですね。調子良かったか、ただただほんまに台が良かったかどっちかですか。ないか、私かは分からない。なかなかフラット打ったらあーはならん、うんうん、あ、本当ですか、はい、やっぱそうなんだ、はい、なんか結構今日は楽しくあ、そしたらよかったです。まあ、はい、番号遅かったなりにね。そうですね、面白かった、よかった、はい、よかったです。なんか最後なんだってとかねそうなんですよ、街道の女帝が約1年間、配信されてきましてですね、今回で最終回ということで、本当に視聴者の皆さん、ファンの皆さんの、ね、毎回毎回ゲストでいらっしゃってたあの挑戦者の皆様、はい、本当にありがとうございました。ね、最後は私がねゴッドを引いて終わりたかったんですけど最初の第1回目が今のアンナで始まってたらしく、お最初もそんな多分私最初成績で良くなかった気がするんですけど、はい、変わり映えなく今日も終わりました本当に皆さんありがとうございました。またぜひよろしくお願いしますどういう終わり方にしたいらしいですね、このさんらしいですねいいですか、結局またお会いしましょう、はい、みたいな、はい、そうですね、はい、皆さんまたお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。